道県船橋紅葉チャンネルです。新型コロナウイルス感染症クラスター収束のご報告。7月24日に判明した新型コロナウイルス感染症クラスターにおいて、多くのご利用者様、ご家族様、そして地域の皆様方に対して多大なるご心配とご不便をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。船橋紅葉ではクラスターが発生してから船橋市保健所のご指導とご支援のもと対策に取り組んでまいりました。8月8日以降、ご利用者様から新たな陽性者が発生していないことから、施設内感染が収束したことをご報告させていただきます。また8月18日より入所制限していたフロアを通常通りサービスを再開しております。今回の施設内クラスターでは、船橋市保健所本部社会対応班、船橋市役所高齢者支援課等、多くの皆様よりご支援とご指導を賜りました。心より感謝申し上げます。今後一層感染防止対策を講じながら、安心で安全な医療と福祉を受けていただけるよう努力を重ねてまいります。今後とも皆様のご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願いします。見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、道県船橋紅葉。